中国、吉林省に続いで、コロナ再感染が広がる瀋陽では、約7000人が隔離されていて、約70人が陽性と判明されてます。看看医大医院啊，医大医院都排队哈。啊，看看这人，都是预约的啊。预约完之后，预约完之后可以上了。啊，多不多？这到头，你到头啊。看看前面，啊，这人啊，北一路万达广场门前，哎呀，吓人不吓人呢？这北一路万达广场，这沈阳北一路万达广场，哎呀我这上谁家去了？这是。武漢当局は、10日以内で、武漢市の全市民に対し、コロナ感染検査を、完成するよう指示を出しました。ところで、この大きな工程を、完成するには10日間では、無理があるだけでなく、人が一気に集まることで、逆に感染が拡大するリスクもあるとみています。武漢市清政東方団地3800世帯の住民がウイルス検査を受けるため何時間も待ち並んだが、6000人以上の人数に対し検査試薬は600人分ぐらいしか用意してなかったことに加え、20人の検査結果を1個のビニール瓶に入れておいたことが発覚され、住民らの不満が爆発しました。中国メディア、在新ネットは、武漢の PCR 検査結果の予備判定で、少なくとも50万人が感染していると伝えました。しかし、関連記事は、すぐ削除されました。